うしたのマイッキー。あれあれ、僕ポケモンさんになる僕が、あれあれマイッキー、まだ早く、マイッキー今日はポケモン金銀の桔梗シティにやってきました。すっごいや、僕はポケットモンさんに憧れつくいのさ。特にピカチュウさんに憧れてるの。まあママに似てるってやれるしね。ピカチュウさんにだよ。え、そうなの？マイキーゼニガメじゃないの？いやありがたいっす。ゼニガメもね、初代御三家に似てるってことはすごい嬉しいでございますね。もしかしてゼニちゃん僕に憧れてるのかもしれませんね。なんでそうなんの？マダツボミの塔見学しに行こう。行きましょう。この塔はマダツボミの塔って呼ばれてて、ポケモントレーナーが修行をするために建設されたんだって。すごい、僕もポケモンマスターになりたいんだよゼニチ君。ただねゼニチ君、一つ残念なお知らせとして、僕ポケモンマスターになりたいんだけど、生まれた瞬間に気づいちゃったんだけど、僕はトレーナーよりもポケモン側の生き物だってこと。まあそういうのがいいんだよまあでもポケモン可愛いじゃん。そうだから僕は自分がポケモンであることを受け入れてんの。まあマキウミガメだからポケモンではないよね。でもうふふまあいいじゃんマキ、塔のてっぺんまで行こうよ。行きましょう。ここがてっぺんかな。すごいや。ただこれ以上上には行けないみたいだね。そうだね、これより上はいけないぽいね。これより上いけないの？行ってみたいんだけど。まあしょうがないね。この塔のてっぺん立ってみたかったのに。すごい高かったよ、だってね。まあただ立てないっぽいな。まあいっか。まあいいや、よいもん見れたわ。戻ろう、うん、戻りましょう。わあすごい再現度だった。せっかくだしさ、今日はかくれんぼやらない？ここで。この僕マイッキーはね、この町超詳しいから超強いよ。それでもよければやりましょう。ただ勝ったらポケモンカードワンパック買ってくれいいよ。欲しいの、ポケモンマスターになりたいの僕の夢は。負けた方がポケモンカード1パック買う。じゃあルールは建築とクリエイティブモードとかテレポートはなし。オッケー、早速。じゃあ僕が鬼やるよ。全地球隠れていいよ。じゃあ10秒ね。1、2、3。ああ早い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 。隠れたよマイッキー。ゼイチどこだ？フレンドリーショップの中にいるかな。なるほど、じゃあそれ以外だね。じゃあからそれ以外じゃなくてポケモンジムかな。フレンドリーショップにいるってマイッキー、本当に。マイッキーいいから騙されたと思って来なよ。しょうがない、騙されてみるか。うん、本当にいるの？いるよ僕。いないじゃん、騙された。もしかして。騙してないよ。いないじゃん、騙された。おーマジ？みゃみゃみゃおお、あ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 お。マイキー、わー、マイキー、お店のもの勝手に食べてるでしょ。いや、食べてないっすけど。マイキー、食べてないで早く僕のこと探してよ、マイキー。だっていないじゃん。食べ物も食べてないし、探してるけどいないよ。ちょっと他のとこ行こうかな。マイキー、食べてるでしょ。マイキー、いるよ、いるよ、本当にいる。マイキー、よく見て、よく見て、待って、出ないで、マイキー、出てかないでよ。なんでわかんの？マイキー、上、上。ああ。おほー、あはは、マイッキー。ああ、わあ、逃げろ逃げろ。どうやってそこ登ったの？チートでしょ。何か？ズルしたの？ゼンチ。どうやって登ったの？ズルしてないよ。チートでしょ。とあるギミックがあって登ったんだよマイッキー。チート使ってないよ。マイッキーじゃあ負け認める？認める。これはまだタッチできないじゃん。うん。じゃあマイッキー負け。チートはずるいよ。チートじゃないって。許せない。残念。ゼンチがチート使うなんて。僕は悲しい。なんで。じゃあ僕隠れるから全員ここで待ってて数えて。なるほど、じゃあここで数えてるね。できたら教えて。よし、隠れた。オッケーオッケー、今行くよ。マイッキー、ちなみにどこにいるの？外にいるかな。ここはどっからどう見ても外ですね。マイッキー、どこの中にいるの教えてよ。外だってば。どこの中？マッキー、中にいるの分かってるから、どこどこ？ポケモンセンターにはいないかな。ポケモンセンターにいるのね。オッケー。お、あ、遠い遠い、どんどん遠くなってくよ、ゼニチ君。ああ、ああ、なんで？お、あ、マッキー発見。一発正解。マッキー、そこどうやって入ったの？入れませんか？入れなくないこれ。入れない？あ、僕強いから、その、それで入れたんじゃないですかね、ゼニチ君。え？僕普通にジャンプで入れたけど、僕ジャンプ力高いんで、その、何よりもその、ポケモンですから。僕はポケモンですからね。でもこれ入れないよ、マイッキー。僕ポケモンですから。マイッキー、もしかしてクリエイティブとか使ってこれ入ったでしょ？いや、使ってないっすけど。いや、僕のジャンプ力ポケモン並みにすごくてよかったや。で、マイッキーさ、入ったはいいけど、マイッキーそこからどうやって出るの？うん、確かに。出れないね。いや、使ってないっすよ、とにかく。出れなくなっちゃったけど。あ、でもマイッキーだって、マイッキー僕いいこと思いついちゃった。何いいことって。僕の勝ちは確定。
で、立てば4、僕の勝ちさ。一生いっぱいかな、これで。なんとか面目を保った。ポケモンマスターになりたい。僕のメンツは保たれたのす。やっほー。ん？いや。どこ？なんで？よっ。おクリエイティブ使ったでしょ、じゃなきゃ取れないもん。ここクリエイティブじゃなきゃ入れないこともないんだけど、そのあーそうやって、あーうん、どうしたの、マキあの階段から上に辿っていけたよ。あーそういうの入れる、今ゲタッチやったやった、そういうことか、そういうことね、そうそうそう、僕もそうやって入りましたから、うんうん、マキ絶対使ったでしょクリエイティブ、だって知らなかったじゃん。まあいいや、これ出るのはちょっとクリエイティブで出ますかね僕が隠れる番だから、マキじゃポケモンセンターの中でさ数えててよ。よし、僕ここにした、決めた。じゃあ探そうっと、じゃあ全員一つお願い、ヒントちょうだい。あーじゃあポケモンジムにいるよ。じゃあ他のとこだね、ポケモンジム以外を渡ろう。ポケモンジム、ジム以外を全てくまなく探しますから、もっとヒント欲しいな。本当にポケモンジムだって。わかった、その手にはもう乗らないで。なんでよ、本当にポケモンジムだって、本当に来てよマイキー。全員一つの出口わかったよ、ポケモンジム以外をくまなく探す。もしかしてまたフレンドリーショップかね。おやがな、これわかるよ、善一くんのそのやり方。これウェンブリショップにはいないみたいだね。あ、いや、マッキー好きに探しな。僕は言ったからね。あ、いた、最初から言ってよ。本当にポケモンチみたいな先に言ってくれればいいのに。だから、最初から。どうやってそんな高いとこ登ったのさ。ずーっと言ってるじゃん、僕。ん？いいでしょ、ここ。すごくない？どうやって登ったの？チートクリエイティブ使ったでしょ。本当のこといいね。クリエイティブ使ったでしょ。とあるね、ギミックを使ってね。マイキーも頑張って、ここまで登ってきてみなよ、マイキー。頑張ってもいいけど。絶対届かないよ。マイキー、頑張って、頑張って、頑張って。絶対届かないよ。だって、どうせ全一もクリエイティブ使ってるわ。ん？全一もクリエイティブ使ってる。あ、いや、全一、なんて言った僕今、その、言い間違いでは全一気にしないで、全一がクリエイティブ使ってズルしてるなんて残念だなって言いたかっただけ。その、いや、全一はだね、全一は。クリエイティブ使ったのかな、強いなってことを言いたかったの。もうルリアンだから全一の負けだよね、これは。悲しいよ、ズルするなって。僕使ってないんだって、本当に。じゃあ、マキ、登り方教えたら僕の勝ちでいい？まあいいけど、教えて。どうやって登るの？まず、ここに立ちます。このボタンを押します。えすっごいや、僕すごくて驚いた今。善一もクリエイティブ使ったのかと思って疑っちゃった。善一さん、ポケモンカード欲しいんですよ。これ負けたよね僕の。うん、僕の勝ち。ポケモンカード欲しいからお願いだ、その次の勝負勝った方が勝ちにしてください、お願いしますよ。しょうがないな、いいよ。じゃあマッキー、次負けた方がポケモンカードを1パック。うん、絶対に勝ちますから、ありがとうございます。できた？マイキー。できたよ、隠れた。マイキー、どこにいるの？今回ちょっと難しいとこ隠れちゃったから、自信があるの。だから本当のヒント出してあげるよ。この街で一番低いところにいます。うん、一番低いところ。低いところ？さあ、一番低いところにいるね、この街で。あれ？ん？あれ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 ？マイキーじゃない？マイキー、一番高いところにいるでしょう。いや、なんでわかったの？けど善一くん捕まえられないでしょ。善一くんが僕の場所をなぜそんな把握できるのかはちょっと疑わしいけど、チート疑ってしまうけども、捕まえられる？マイキー、どうやってそんなところに登ったの？マイキー、いや、だから登ったんすよ、登った。え、だからどうやってマイキー、マイキーこそやっぱりクリエイティブ使ってそれピョンって飛んで登ったんじゃないの？それ、いや、使ってないですけど、いや、使ってないです。降参してもいいですけど、早く捕まえてご覧くださいよ、善一くん。ねえねえねえ、今マイクオフです。マイキー絶対にクリエイティブを使ってズルをしています。最初にマダツボミの塔を登った時、あそこのねてっぺんに候補はなかったんですよね。なのでマイキーに見えないところでこのコマンドブロックでマイキーを強制的にサバイバルモードにしちゃいたいと思います。うん、オッケーオッケー、よし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 、マイキー。早く捕まえてごらんなさいよ、電気球。わかったわかった、わかった、うん、僕、マイキー、一旦僕の降参でいいよ。でも、マイキーがそこから無事に降りれたら、マイキーの勝ちっていうことでいいかな。で、僕、クリエイティブモードにしていい？ああ、いいけど。じゃあ、ちゃんとここにいることを確認しな。マイキー、ほら、僕今そっち行くから。いや、マイキー。あれ？いや、電気球、あれ？早く降り方教えてよ。そこから無事に降りれたら、マイキーの勝ちでいいよ。あれ？ん？どうしたの？別にいいんですけど、俺、その、ポケモンマスターの、うん、なる僕が、あれどうしたのマイキー、あれあれ、僕ポケモンさんになる僕が、あれあれマイキー、まだ早くマイキー、そこから無事降りれたらポケモンカード買ってあげるからマイキー、1パックあれマイキー、早くしないと勝負無効だからねマイキー。いや、そのポケモンマスターになる僕が、その
なーにやってんのマッキー。もういいよマッキー、置いてっちゃうからねマッキー。あ、これいっちゃう。マッキーバイバイってことで、みんなはズルをしないようにしましょうってことで、バイバイ。